原発のですね、合意が難しいにはですね、3つの点があると思います。1つは被爆と健康の問題ですね。2つ目が、原発自身が安全か危険かという見解。それから経済的に原発をやらないと大変なことになるかと。日本経済がですね。そういうことであります。この3つが主なものであります。この3つは非常に3つとも相互に関係しておりますけれども、一応、独立したものとして、整理を進めていきたいと思います。まず第一に、被爆と健康なんですが、これも今、合意ができずに、二つの考えに分かれているわけですね。第一には、福島程度の被爆は大したことないという、推進派の人たち。それから、もっと極端には、被爆した方が健康だという人も、かなり出てまいりました。もう一つは従来通りの考え方で、被爆は癌や遺伝性疾患につながるという、一般的な見解ですね。で、この被爆した方がむしろ健康にいいとかいう考え方はですね、昔からないわけじゃなかったんですよ。私、原子力やっておりましたから、もちろんラジウム温泉なんていうのはよく知っておりますし、それから世界では非常に自然放射線が高いというところもあります。それから、日本はですね、特に、放射線治療とか、そういうものがかなり世界的にも進んでおりましてですね、そういう点で前からお医者さんなんかがある程度被爆した方が健康だという人がおられる、これはもう間違いないことなんですね。ただここが一番この合意の、第一の大きな問題なんですが、福島原発事故の前はですね、被爆は大したことないとか、被爆した方が健康だという考え方が表面に出てこなかったんですよね。特にテレビとか、コメンテーターなんかはですね、むしろ逆だったんですね。放射線の事件が起こるたびに許されないとか、よく大学で、放射性物質が見つかったりですね、原発で非常に少量の汚染水が漏れたりしますとですね、たとえ規制値の1000分の1でも許されることではないと強調してきましたし、時にはコメンテーターなんかが非常に感情的に書くと。私この前あるテレビで言ったんですけども、マスコミの人がですね、私はあまり非難するもんですからついですね、あなたたちですよと、放射線が怖いと言ったのはと、言ったあなたたちがなんでコロッと変わって私を非難するんですかって言ったことがあるんですが、そういう感じがあるんですね。で、事故が起こって被爆は大したことないと考える人たちがですね、正しく恐れるとか、それからひどい場合は汚染された野菜を子供に食べさせてよいというようなことを言うわけですね。私はこれが不安を拡大したと思うんですよ。っていうのは、やっぱり人間ですからね。福島原発事故が起こる前は放射線怖い怖いって言ってたその人が、突如として大丈夫だって言うとですね、やっぱり むしろ不安をかきたてたんじゃないかと思われるんですが、あんまりそんなこと言うとまた、合意できなくなるので、先に進みたいと思うんですが、まず事実はどうかと、これは我々簡単でですね、日本の被爆の規制値を決める基準というのがありましてね、医療用はないんですけども、医療用以外はですね、一般人1年1ミリシーベルト、職業人1年20ミリシーベルトとこう決まっております。これは事故の時もそうなんですが、事故では一時的に5ミリ、5年平均で1年1ミリになるようにということなので、実質同じなんですけども、職業人の場合は成人男子であるということと、それから原発原子力関係の職業に就くということは、それなりの覚悟と合意と、あと給料をもらうわけですね。こういったものは一般的で、例えば消防士は一般の人に対して危険が多いんですけども、それは一応承知で、やらないと消防士とか警察官というのはできませんからね。ですから一応職業的な基準というのが一般人よりか厳しいということは一般的なわけです。で、こういった1年1ミリシーベルトとか1年20ミリシーベルトという値はどこで決まるかというと、主には例えば放射線審議会のような国の専門機関でまず決まるんですね。そこでは本当に真面目な議論をするんですよ。普通だったら例えば各臓器ですね、胃だとか肝臓だとか、そういうとこ、目だとかですね。そういうとこに対する放射線のダメージが検討され、そこでの、例えば、発がん性だとか、それから組織の損傷だとか、やるわけですね。もちろん、よく今度事故が起こって、言われるような、例えば活性酸素がどうのこうのなんていうのも、全部議論されるわけですね。
それで、まあ一応決めた後、これはちょっと形式的ではあるんですが、パブリックコメント、つまり一般大衆の意見を聴取して、まあ一応その疑問を聞いて、そして、まあ役所とか、まあ必要に応じては議会などで最終的に決まりまして、で、まあこの場合は大臣告示が普通ですけども、例えば、厚生労働省だったら厚生労働大臣告示、文科省だったら文科省大臣告示、それから原発を作るときは、経産大臣告示というのがありまして、今から原発をやるから、1年1ミリシーベルトにしなさいねと、そういう法律を整備しなさいという告示が出まして、それに応じて、まあ、法律の条文に書かれるわけですが、こっちは人間に対することは規定できませんので、まあ、例えば、材料を捨てるときには何ベクレル以下で捨てなさいとかですね、敷地公開、境界の放射線量は何グレーにしなさいといった、まあ、物理量っていうんですけども、まあ、そういったものが決まるわけですね。まずは人間との関係で決まって、実際の規制値は物質度だとか空間で決まっていくということで、よく1年1ミリシーベルトっていう規制はどこにもないっていうけど、それはどこにもないのは当たり前で、1年1ミリシーベルトっていうのは規制値を決めるための基準なんですね。その基準が決まることによって、まあ、ベクレルとかグレーといった、まあ、具体的なものが決まっていくと、まあ、いうことですね。私はこれよく高速道路の制限速度っていうのは、あれ、制限速度だけが決まってるわけじゃなくて、交通事故をどのくらいにするということで制限速度が決まる。裏にこう、交通事故をどのくらい減らすとか、どのくらいまで抑えるというのがあって、表面上は80キロとか60キロとかってのは決まりますからね。その数値を決めるための根拠がいつも必要なわけです。で、これはまあ、あまり議論の本当は余地がないんですね。事故直後の3月12日の1号機の爆発の後、NHK やテレビで1年1ミリシーベルトの規制値の何倍であるとアナウンサーが伝えまして、また経産省も同じことを言っております。まあ、これは福島事故の前、朝日新聞も含めて新聞記者は全部1年1ミリシーベルトで報道しておりました。しかし、その直後に報道統制があったか、事故規制が始まって誰もが沈黙しまして、やがて法律には被曝量の規定はないというふうに多くの専門家が発言するようになります。それを受けてしばらく経ちますと、今度は住民を指導する立場の自治体がですね、あるいはこれ練馬区だったんですが、1年100ミリだというようなことを言い出しまして、それからさらには放射線が漏れても健康に影響のないレベルであるというふうに独自に判断するようになります。まあ、この傾向は現在でも続いておりまして、まあ2015年に東京の公園で高い放射性物質が見つかったときに、東京都のその区はですね、健康に影響ないと発表しましたが、東京の公園の占領率はかなり高かったんでですね、規制値を超えていることはもう間違いないんです。あそこにいた人がですね。ですから、健康に影響があるかどうかは、区は判断できませんが、法律で決められた限度を超えた被曝者がいる可能性は高いと言わなきゃいけなかったんですが、なかなか不思議なことに自治体自身が健康への影響を判断するようになりました。健康への影響は放射線審議会とかそういうところで判断するんであってですね、自治体はそれに基づいてできた法令によって判断するんですね。あの場合はもう空間占領率がまあ0.5マイクロシーベルトの1000倍ぐらいになっておりましたから、だから、まあ全然そういうことを言うようなレベルではなかったわけですね。で、まず第一にここで合意をするためには、法律にあるもの、もしくは基準が決まっているものをないと言って、まあ、今そのまま通ってるわけですが、これはもう近代日本の歴史でもかなり珍しいんじゃないかと思うんですね。まあ、中国なんかですと法律があってもないということはあるんですけども、日本みたいな我々真面目な社会はですね、法律があればあると言ってるわけですけども、ないと言ってる人、主としてなかったと言ってる人ですね、主として政府、マスコミ、専門家、経済評論家特にそうなんですが、経済界、自治体などが言っておりますが、おそらく私の感じではね、みんな頭のいい人なので、自分が法令で決まったことを無視していることはよく知ってると思うんですね。つまり1年1ミリを基準とした制限を示した法律があるのは分かっているけれども、それを言うとですね、福島の人が移動しなきゃなんないし、お金は膨大にかかるし、原発は再開できないということで、まあ、ここはあなた日本人だから分かってじゃないの、そんなことは。もう福島原発事故は起こっちゃったんだから。もうその1年1ミリの規制なんて言わないで、ないことにしようやということで、広いコンセンサスが得られてるんですね。
ここが一番の問題じゃないかと思うんですよ、私は。つまり、これが合意できるかどうかですね。日本には原発などの人工的な放射線源からの被ばくを規制する基準と、それに基づく法令があったということが合意できるかどうかですね。法令があるあったわけですから、今でもあるんですから、合意も簡単なように思うんですけども、これが難しいと思うんですね。この前、どっか原発以外でですね、なんか検挙されてましたよ。あの放射線を違反で扱ったとか言って。だからまあ今、ダブルスタンダードになってるんですね。で、なぜか、まあ、これをですね、そんな法令で決めてることを無視するのはけしからんなんじゃないかって言ったら、これでまあ反目になっちゃうんで、なぜ、その日本のような法律を守る人が多い国でですね、法律に書いてあったこと、しかも原発事故の前はあんなに厳しく言ってたことをコロッと変えたのかということを話し合わなきゃいけないんですよ。で、それは多分ですね、もともと1年1ミリという基準を決めたときにやや無責任だったからじゃないかと思うんですね。私はその現場にずっといましたから。ちょっと第3回と言いますか、第2回と言いますか、次回はですね、1年1ミリという基準の決め方が無責任だったというのが、その人たちの心の中にあるんじゃないか。だから、無責任に決めた法律だから、もうそんなの無視していいよという気持ちがあるんではないかと思いますので、次回はそれを整理してみたいと思っています。